どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ怠慢です、さゆりさんとちょっと直接話し合おう。こんにちは、さゆりさん。私、ゆうやさんにお話があるんです。だからこうして来てくださって嬉しいです。言わなくてもわかるんですから。やっぱり気持ちがつながっているんですね。俺の方からも話があります。そうなんですか。どうしましょう。さゆりさんの方からでいいですよ。そう言ったのは別にレディーファーストを気取ったわけではない。さゆりさんの話を聞いて何か 元に戻すためのヒントが見つかるのではないかと期待したからだ。ではお言葉に甘えさせてもらいますね。私からのお話はゆうやさん自身のことです。ゆうやさんはそろそろ自分の価値を知らなければいけません。自分の価値。ここに遠い昔のことを書かれた書物があります。これを見ればきっとゆうやさんも覚醒するはずなんです。さゆりさんが見せたものは一冊の本。いや、俺には絵本に見える。彼女が言うような大層なものとは思えない。この書にあるのは国に滅びの危機が訪れた時のこと。いやもう狂ったままじゃねえか。光の王子が銀色の悪魔と戦って打ち勝ち、世界に光を取り戻したとあります。この光の王子の生まれ変わりがゆうやさんです。本の内容はわかる。だがどうしてその王子が俺なんてことになるんだろう。そして光の王子を守護する騎士の生まれ変わりが私です。騎士は王子に助けられて生涯の忠誠を誓ったのですが、思い出しませんか？何なんですかそれ。思い出すが思い出さないとかそんな問題じゃない。何を言ってるのかまるで意味がわからなかった。ゆうやさんのお話はどんなことですか？俺はただ、さゆりさんに元に戻ってほしいだけで。私は昔からこうでしたよ。一番聞きたくない答えだった。戻るべき場所もなく、元からこうなのだとしたら、生徒会長にあんなことをしたのもさゆりさんなんですね。はい。うわ、認めた。満面の笑みでうなずく。あの人はゆうやさんを誘惑していた悪魔です。だから排除しました。そこに罪の意識はない。いや、さゆりさんの中では紛れもない正義なのだ。でもまだ敵が。悪魔になってしまった方がいるんです。仲間だったはずなのに。やばい、部長と遥だ。仲間だったはずって、不吉なものを感じた。さゆりさんが仲間と思う人なんて限られる。次は遥さんでしょうか、それともカンナさん。ゆうやさんのために排除しないと。はっ、俺とダメ。ダメですよそんなの。悪魔に慈悲をかけてはいけませんよ。全部無駄ですから。でもゆうやさんは気にしなくていいんです。悪魔との戦いは私がしますから。だから早く目覚めてくださいね。ニコリとさゆりさんを笑う空虚で奥底が知れなかった。これ以上どういう言葉をかければいいのか。はるかの部長も助けたい。だけど俺が助けようとすればするほど逆効果になってしまうかもしれない。目の前にはさゆりさん、俺の反応を待っている。俺は、俺にできることは説得を続ける。止めなきゃいけない。これは俺にできることなんて諦めないことでしかない。落ち着いてもう一度考えてみませんか。はるかも部長も悪魔なんかじゃないでしょ。二人とも俺の大事な仲間なんですから。一生懸命に話せばさゆりさんなら聞いてくれるはず、そう思ってのことだった。だけどさゆりさんの反応は首をかしげて心から不思議そうにするだけだった。無駄なのかもしれない。そう思った時、腹部に熱い痛みが走った。早いよ。突然意味のわからないことを言い出すなんて、きっと悪魔の食べ物を食べたからですね。光の王子なら大丈夫だなんて思わずにすぐに何とかするべきでした。あ、うわっ、黒音。はあ、
腹に突き立てられたのはハサミで、サユリさんはその中身をズタズタに切り刻んでいる。俺がショックで気を失うのには十分だった。痛みで目が覚めると周囲は真っ暗になっていた。それに身動きも取れない。なんだこれ、俺どうして。うわ、目を覚ましたんですね、ゆうやさん。もう安心ですよ。悪魔から身を守るための鎧を着ていますからね。うわ、鎧。ダメだ、痛みはこんなにも強いのに意識は朦朧としている。俺はもう。おい、なんだあれ。先生呼んでこいよ。もう誰か呼びに行ったってやべえだろあれ。道を開けてください。見てくださいよこの顔、やばいって。目が言ってるもん。宮さん、あなた何を。うわ、話してください。私はゆうやさんを安全な場所へお連れしないといけないんです。話して、話して。揺れが大きくなった。そして投げ出されるような感覚。周囲が明るくなったのが分かった。それと同時に辺りの喧騒が一層に大きくパニックを起こしたようになるのが分かる。だけどそれもほんの一瞬のこと。すぐに俺の耳から音は遠ざかっていった。光ももう感じない。そして俺は、嘘でしょ、やっく、怖っ、やばい、マジで狂ってやがる。狂い方がやべえ。体内で。次回へ行きましょう。ちょっとこれリベンジだ。なんとかしなきゃ。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。